早弁です。今日は青森県弘前市のミンパイさん、今日は夜に来てみました。これからちょっとね飲んでみようと思います。来ました。まずは麻婆豆腐と生です。強くて山椒は入ってないんじゃないかな。辛さも控えめです、昔ながらの町中華の正しい麻婆豆腐ですね、とろみが美味しい。ちょっと辛さを足してみましょう。鮮度が良くって皮がもちもちしてていいですね。薄すぎない皮、この辺の皮の方が好きだね。熱々、皮ももちもち、あんもジューシー、完璧だね。ビールに合う餃子、いやうまい。この後もいただきます。最後に締めですね。カニ玉飯、こちらを頼みましたね。ケチャップの香りがする。やっぱりね、町中華の香りなんだよね。ね、卵取るとうまいな。あ、おいしい。調理技術はやっぱりしっかりしてんだな。うまい。そうそうそう、ここの中華そばスープはね、煮干しの香りがするんだよ。盛りだなと思ってね。あ、だこれも口直しにかなりいい。普通の中華スープよりいいぐらいかもしれない、ひょっとしたら。やっぱり何よりご飯が美味しいよね。青森もやっぱりご飯が美味しい土地だからね。この後もゆっくり締めていこうと思います。はい、美味しくいただいてまいりました。酢豚とかね、そういう王道の中華もあるのでね、それもまたちょっと食べに行きたいですね。で、締めだとかもいろいろね、エビのせ飯だっけな、かけ飯だっけな、そういうのもあったりとかしてね、興味を惹かれるものもたくさんあったので、またね、昼以外にも行きたいと思います。以上、アベンでした。ピンパイさん、これからも頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。